さて先週は新しい農薬の開発に取り組む神戸の企業を紹介しましたが、その会社の社長がこちらの実光譲さんです。京都大学の大学院を卒業して大手の化学総合化学メーカーの研究員として活躍されました。そして東京農業大学の教授を歴任しています。まさにエリート街道を歩んできた実光さんなんですけども、現在はまだ収入のないベンチャー企業の社長として奮闘しています。30万個のうちわずか1個と言われる新しい農薬の開発、従業員4人で夢を追う実光さんの思いを取材しました。土曜日球場に行って試合を見ました。日本の雰囲気とアメリカの雰囲気ってもう全然違う。本当に野球を楽しんでるというような感じね。野球の話題になると話が止まらなくなるこちらの男性。しかし普段のお仕事は、ここではどんな研究をしているの？従来の農薬では効かない虫とか菌とか、あるいは雑草とか、そういったものを制御できる物質を研究しているという。神戸ポートアイランドの創業者支援施設ハイデックに入居しているユーリカイノベーション。人の体や環境に安全で農作物の生産能力を上げる農薬の開発を進めています。今後非常に人口増加するということで、もう将来非常に食料不足は懸念されていると。新薬開発で世界的な食料危機に備えようとしているのです。でも実光さんはどうして農薬開発の分野に進んだの？私の父は農業をやってましてね、雑草を一時手で抜いてたんです。その姿を見てね、それを科学的に防除できるような新しい雑草があったら随分助かるんと違うかな。父親の影響を受けた実光さんは新薬を作る企業に勤めた後、東京の大学教授に就任。このまま教育者の道へ進むと思いきや、体力的にもですね、やっぱり研究中のはやっぱり関係するんですね。60代半ばがラストチャンスじゃないかなと感じましてですね、改めて新薬にチャレンジしたいという気持ちが強くなった。現在国の厳しい規制のもと、新しい農薬ができるのは30万のうちわずか1個。たった4人だけの小さな企業の挑戦は続いています。70から 80% の可能性あるんじゃないかと。一つの夢を自分ぐらいに描いて、それを達成したいと、そういう能力ですかね、重要だと思います。必ず神戸からですね、新しい農薬で創出して世の中に貢献したいというふうに思っています。